次は新宿でございます。わあ、丸の内線の電車だ。着いたら見に行こっか。やったー。クソが騒がしいのよ。まったく1個前の電車に間に合わなかったわ。帰りラウアンでも行く？あり、卓球したい。今日は負けねえぞ。無理だね。まもなく列車到着しまーす。お出口は左側です。揺れてる？怖いよ。地震か？列車緊急停車いたします。ああ、トウスケ大丈夫？座っている方は上から落ちてくるものから頭を守って低い姿勢をとってください。大丈夫大丈夫。立っている方はつり革や手すりにつかまって転ばないように気をつけてください。ただいま状況を確認いたします。係員の次の指示をお待ちください。まだ揺れてる。怖いよ。こんな場所にいて閉じ込められたら終わりなのよ。俺は逃げるぞ。ちょっとダメですよ。うるさい。こんなとこで生き埋めにされたいのか。それはお客様、地震が来て不安なのはよくわかります。ですが電車の外に出るのは危険すぎます。電車は止まってるんだしいいだろ。安全確認ができていない状態で外に出ると感電の恐れや他の列車と接触する恐れがあり、命に関わります。そうだったのか。あと勝手な判断でドアコックの操作をするのも大変危険な行為です。乗務員の指示を最優先に行動してください。分かったよ。このまま出れないの？安全の確認が取れたら発車いたします。ご安心ください。でも停電したりしたら。仮に停電してしまった場合でも電車には非常用バッテリーがあるんです。そちらで最寄りの駅まで走行することができます。そうなんですね。それでもどうしても動かない場合は係員が避難誘導をさせていただきます。電車から降りて歩くってことですか？はい、その際は乗務員の指示に従って落ち着いて行動してください。はい。でも地下鉄の場合トンネルが崩れてきたりしたら。確かにそうですね。1955年1月17日阪神・淡路大震災により神戸高速鉄道代官駅地下トンネルが崩壊しました。やろう。じゃあ危ねえんじゃ。ですがあの日を教訓に柱を鋼鉄パネルで補強したり耐震補強をしっかりと行っております。そうなのか。でも運転手さんがすぐに気づいて電車を止めてくれてよかったです。もし電車の揺れで脱線なんてしたら。怖いよ。そうですね。ただ鉄道会社にもよりますが脱線防止のために震度4までは運転士によるブレーキ、震度5弱以上の場合は自動ブレーキが作動するようになっております。よかった。仮に脱線した時俺たちはどうしたら。あってはならないことですがもしもそうなってしまった場合人が凶器となります。人と人がぶつかり合い圧死してしまうこともあります。できることとしますと手すりやつり革に体を寄せて頭を守る。人と接触が少ない場所として長椅子の両端やドア付近が安全な場所と言われています。そうなのか。しかしそうならないために脱線防止のシステムがあります。より進化してさらに安全な未来がきっとありますよ。揺れてるわよ。キャー。タクポよ捕まれ。落下物に気をつけて柱や壁の近くに移動してください。大丈夫か？うん。皆様ただいまから安全確認をいたしますので今しばらくお待ちください。私はもう帰るわよ。まだ揺れてるし危ないよ。気をつけろ。以上。お客様大丈夫ですか？なんとかね。駅で地震があった場合は揺れが収まるまでなるべくその場を移動しないようにしてください。今のように線路に落ちたり転んで怪我をして逃げ遅れてしまうこともあります。分かったわよ。さっき慌てて駅から出ようとしてましたよね。そうよ。ここにいて帰れなくなったら困るのよ。慌てて出口に駆け込むのもやめましょう。パニックを起こす原因にもなりますし周囲や自分を危険にさらします。そうなのね。しばらく駅にいてもいいんすか？もちろんです。駅は緊急時の際一時滞在場所となっております。帰宅が可能になるまで待機する場所がない帰宅困難者を一時的に受け入れる施設なんです。そうなんですね。トイレの開放や公衆電話の開放、最新の震災状況や運転状況など情報提供も行います。ありがたいね。うん、そうね。無理に帰宅しようとせず安全な場所で待機して正確な情報を確認した上で冷静に行動するのが大切です。はい、地震大国である日本、私たちは地震に慣れてしまっています。30年以内に70から 80% 来ると言われている南海トラフ地震、30年以内に 70% 来ると言われている首都直下地震。その時皆さんの冷静で落ち着いた行動、心構えが大切です。地震を止めることはできません。しかし過去から学ぶことはできます。皆さんの地域のハザードマップを確認する。1週間分の食料、飲料の準備、地震の際アクセスが集中しアプリが機能しなくなることも。そんな時の安否確認システムの導入などできることから僕もやってみます。皆さんも一緒にやりましょう。地震に備えて構えておくことで救える命があります。それではまた笑顔で会いましょう。どうも、たくあんボーイです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今日は過去に投稿させていただいた東日本大震災の動画に関するお知らせです。今日ですね、7月3日なんですけども、現在の再生数 44.8 万回再生ということで、本当にたくさんの方ご視聴いただきまして、まずはありがとうございます。こちらの動画なんですけども、全額東日本復興のために寄付をさせていただきたいと思います。こちらの動画ですね、本当にたくさんの方が、温かいコメントをいただきまして、多くの方が見ていただいてリアクションもいただいて、非常に嬉しいです。今後もね、こういった何か役に立てられる僕の動画でですね、皆さんに伝えられるという機会がございましたら、ぜひそういった動画を作りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。でですね、こちらの寄付する場所なんですけども、調べると結構たくさんあったんですけども、中でもですね、僕が気になったのが二十歳基金という場所でして、震災が理由のできないをなくしたいということで、2011年震災の年に生まれた子からですね、そこの年震災を経験した子どもたち、20年間はこちらのねサイトで寄付を募っているということなんですけども、どこに生まれてもどんな経験をしても人生は自分で作っていける、震災が理由で夢や挑戦を諦めることがないように、二十歳基金は子供たちが二十歳になるまで支え続けます。ということでございます。本当にね、震災が理由に夢や挑戦、これは諦めてはいけません。絶対にね、夢を持って挑戦していただきたい。僕もこうやってね、挑戦させていただいてます。ですので、全員諦めることなく挑戦できる、そんな世界を目指して僕は二十歳基金さんに寄付をさせていただきたいと思います。思った以上のですね、寄付金が皆さんの視聴をしていただいたおかげでね、集まりましたので、これで少しでも東北復興のお役に立てたらなと思っております。当時ですね、僕は中学生だったので、何することもできず、テレビで呆然と被災地のね状況を見ておりました。今こうしてですね、だいぶ遅くなってしまいましたけども、何かの形で役に立てられたらなと思っております。ぜひとも今後もですね、ご視聴いただけましたらと思いますので、よろしくお願いいたします。今後発生した分のですね、収益の方も東北の復興に使っていただいて、助けを必要としている場所や人のために使っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、以上でたくあん TV からのお知らせでした。いつもご視聴いただき本当にありがとうございます。引き続き皆さんに笑っていただいて、そして胸に刺さる動画を作っていきたいと思います。引き続きたくあん TV をよろしくお願いいたします。いつもご視聴ありがとう。シェイシェイついでに恋ダンスよいしょ。 I hope the memories of us haunt your brain. Don't come running back, you'll never be the same. But oh, I gotta give it to you. You love me more.